はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジではクリス編ですね、やっていきたいと思います。あの E さんはなんか前回心臓奪われたのかな、よくわかんないけど心臓握りつぶされちゃったんで、一応表面上は死亡したということになってます。その E さんの敵討ちですね。で、ここどこ、村の外か。あ、めっちゃあれになってんじゃん。おい、アルファ、見てみろ。BSAA、ここまでするとは。それやられるよね。畜生。まるで地獄だな。どうやって目標に近づく？まずはあいつを片付けないとな。援護は任せろ。さあ、行こう。全員適正 BOW に注意しろ。了解。こっちからか。っていうか、よく立ち向かおうとするよ。適正 BOW の集団とコンタクトした。予想より数が多い。気をつけろ。アサルトライフルだな。さすがに金とかはもう持ってないか。っていうか、何持ってんの？アサルトにドラグーン。ね、どっちがいいのこれ。ターゲットローター。え、なんだこりゃ。カランビットナイフ、ハンドグレネード、手榴弾か、回復アンプル。ん、なんだ、わかんねえな。これ手榴弾。ちょっと待って、来てんな。普通のハンドガンっぽいやつ。消えろ。ドラグンだ、ドラグンが使いやすい。これでいこう。弾がなくなってきたら、ちょっと切り替えるか。ミシレートクリア、成功する。了解。強え、普通に。あ、なんか煙が上がってる。を見つけた警備2人。え、いけそう。油断するなよ。とりあえず回収していこう。ありがたい。ん？どっちだ？さ、地図が見れねえんだ。なんだあのキモいのは。あれすべて特異菌か。え、これ？おそらくミランダもあそこだ。急ぐぞ。すげえな。大型の変異種 BOW を確認。金の微粒子で汚染されているかもしれない。マスクは外すなよ。おお、痛い。リロードが若干遅いな。 BSAA がここまで派手にやると。奴らはミランダを監視してた。なりふり構ってられなくなったんだ。敵はもう全員倒した方がいいのか。うん、なんだ、びっくりした。どっちへ行く？隊長、俺だ。今から砲撃支援の準備に入る。時間をくれ。了解。こちらタンドラ、奥の廃屋に物資を置いておく。自由に使って。いや、めっちゃ使うよ。すっげえいっぱい。とにかく取りまくる。超ありがたい。ちょっともう。なんだ、いけないってことか。村の地形覚えてないな。アンシスコープ、すげえな。これ入れる。強い、ほんと強い。弾は720発とか。え、どっちが？こっちじゃなくね？いや、マジで2、3発で倒せんだけど、頭に当たれば。
応後ろは警戒しておけ。木が、あ、ここはそうかな。ここまで巨大な特異菌のコロニーは聞いたことがない。ただリロードのタイミングだけはちょっと注意しないと。上に行くのは何だ。倒しておくべきか。よし、これスナイパーライフルとかで狙えないのかな。数秒マジ強い。キリがないといえばキリがない。補給物資があんね。これやっぱ回収しておくべきか。ライフルの弾、ちょっと本当にターゲットローター3つだよな。まあいいや、ドラグーン主体で行こう。結構適当に撃っちゃってるけど。よく見えてるぜ、大丈夫。これは手榴弾投げよう。消えろ。違う違う違う、こっちに。強いけど装填数が鈍いか。ちょっとどこに何があるのかを。右がこれで、上じゃなくて左だな。左がデフォルト。多少余裕ができたところでもう弾を構えなくて。何なんだこいつら、すげえいっぱいんだけど。いや、弾数はマジで一般だよ。無限は聞いてはないことをちょっと祈りたいんだけど。ぴったり。てかめっちゃ出てくるな。お袋が見たら死んで地獄に来てくるのか。今日も地獄だよ。走ろう。目的地に到着。でかすぎるな。いいぞロボ、座標にぶちかませ。了解。は、これでいいの。ビーゴー、やったぜ。装填する、待ってくれ。群れがそっちへ向かった。ちょ待って、マジか。一斉死んだ。これ自体はもう結構有限だからめっちゃ出てくる。まずどうする？キングが猛スピードで増殖してる。何か刺激してるんだ。これを一発、もう一発ぶち込もう。BSAA が BOW に挑戦してる。無理だ。奴らの狙いもキングを見たら。一時的に時間がいる。レーザーを照射し続けてくれ。どれだけいるの？全員無事。キングから湧き続けてる。こいつはキリがないぞ。勘弁して。やっべ。倒壊寸前ってとこだな。そうせかすなよ、リロード中だ。わかった。やつらだ、ここまでだ。ちょっと待って、マジで待て。もう一個しかない。いやー、
ト自動ドラ。次はどこに撃てばいい？いた。一旦距離を取ろう。さあ。いた。ターゲットのペンダーはどうした？もう一度行ったぞ。なんなんだ。私が仕留めるわ。頼む、タンドラ。そう、あの弓打ってくるやつがうっせえな。暇がない。あの照射する。いや、そうなんだけどさ、もうあれか、大丈夫か、あの弓兵に削られないように。どうだ、よくやった。金庫はあの下だ。ちょっと、グレネード取った。これは関係ない。どこまで行くの？地下へ侵入する。お前たちは地上で待機しろ。隊長、村の菌をベイカー邸のサンプルと比較したんですが、E型にあったゲノム編集の痕跡がない。こっちが原種です。どんどん下へ降りてっていいのかな。弾だけはね、超いっぱいあるからね、不安はないけど、けどちょっと待って。人を守る番人か。これで何時間か。ロモ、少し手を借りて。お前の手を借りたい。正気か。そこは地下だぜ。天井が開いている。そこからって。そっちへ移動する。それまで辛抱してくれ。どうすればいい。いた。攻め。これはもう狙い撃つ感じじゃなくて、逃げながら行こう。おおおおおお。いて。背中とかの方が開いてっかな。ロケーターで指示する。人が悪いんだよ。こいつを狙い続けろと、こういうことか。聞いたか。どうだ。装填する。待ってくれ。マジですか。アンプルトーク食らった。倒した。あ、なるほど。もう単純に体力奪えばいいんだ。お前たちは上で待機してろ。って手に入れたけどさ、なんか変なの。売れんの？びっくりした。リローダーは
単純に大ダメージを与えられるっていう、そういうものね。ミランダがミアに化けてたなら本物のミアは生かしておく理由もないだろうな。だがわからないな、ミランダはどうやってローズのことを知った。金目当てのお友達から。後で調べれば済む。作戦に集中しろ。お、これはこれが金庫か。こちらあるわ。金庫を発見した。これで全て終わりにできるのだ。ああ、ようやくな。N2 爆弾を設置。この村ごと軽く吹き飛ばせる。すぐに離脱して起爆を。ミランダがまだだ。今度こそケリをつける。このまま進む。了解、待機する。隊長、採取場にミランダを確認した。監視を続けろ。俺が指示するまで手は出すな。今さら行ったところで遅いが、 E さんには全て話すべきだったな。時間がなかった。移送中にミランダが蘇生するとは。だとしても話すべきだったと思うぜ。そうだな。これミランダの研究室。もうこれはカドゥでけえな。こいつで BOW を操ってるのか。いっぱいあるぞ。別にさ、見てもしょうがないよね、多分。これは関係ない。いろいろあるね。一応見れる。私の言えば、100年前母さんはスペイン風邪からあなたを救えなかった。あの時母さんは何の力もないただの女だった。でもやっと金婚に囚われたあなたをこの世に蘇らせることができる。生命力を試すためにローズを金婚の制御たる聖杯で復元し、そして金婚と融合させる悲願の儀式はついに実現する。あなたを失った後、死に場所を探して迷い込んだ洞窟で金庫を見つけたのは偶然だった。流れ出る黒いものに触れると頭に膨大な情報が流れ込んできた。それはこれまで金庫が分解吸収してきた死者たちの意識の斬新。私は思った。金の中のあなたの意識が保存されているなら再び復元することだってできるはず。そう、金庫に適合する器さえあれば。村に戻ると村人どもに金を植え付けて母さんを埋葬するよう意識操作した。その方が人体実験を行うのに都合がいいから。器を作るため何百人も人剣に使った。効率化のために線虫からカドゥという感染を媒介する寄生体も作ったけど、研究はうまくいかなかった。まれにオルチーナみたいな反適合例もあったけど、ほとんどは理性のないライカンになり果てた。研究協力したいという組織に金とあなたの肺を提供したこともある。結果は出来損ないのエブリンだった。でも奴らからローズの情報を知ったのは収穫。求めていた器だと確信した。妨害もあったけどローズの検証は済んだ。いよいよ研究が完成する。エヴァ、母さんはお前が待ち遠しい。なるほど。よくわからん。写真は。お、すげえ。バットマン。なかったわ。これはミア。で、どこへ行けばいいんだ。こっから入ってきたよね。で、ここでいろいろ見て、なんかいる。これ誰？これは？顕微鏡かこれ。でこう来てこっちへ行くのか。お！手を上げろ。アンバーアイズ、ミランダは今どこにいる？
採取場だ。何かの準備をしてる模様。驚いた。本物なんだな。無事でよかった、ミア。どうしてここに？突然捕まって、いろいろと検査された。ミアと言ったか。ミア・ウィンターズ。ああ、本人だ。そっちの状況は？さながら戦争だが、なんとかなりそうだ。任務を優先しろ。俺はこれから採取場へと向かう。待って。ここに置いていくつもり。約束したはずでしょ。私たちのことを守るって。全てあなたの言う通りにした。こっちに引っ越したのだって。家族と一緒ならそれでいいと思ったから。ねえ答えて。夫は今どこにいるの？私の娘はどこ？イーサンはもういない。救えなかった。だがローズは生きてる。来い。ここももう危険だ。いないってどういうこと？死んだ。残念だが今は逃げるんだ。この村を爆破しないと。ダメ。違うわ。隠し通しておきたかったけど。あなたは彼が特別だってことを知らないの？指も復活してる。誰かいるのか。動ける。寒い。いや、死の世界か。これはサンズの川、渡ったら死ぬ。 どうしてこんなとこに。くそ、怖いそうだ。体が。バカみたい、お前。エブリン、どうしてこんなとこに。お前は死んでる。死んでる。そうか。俺はミランダに。いや、俺はローズを助けに。違うよ。ミランダのせいじゃない。お前はずっと前から死んでる。何言っているんだ。俺はまだ。ほらね、ミランダに殺されたんじゃない。一度もおかしいと思わなかったの？今まであんなに傷ついてきたっていうのに。思い出して。3年前のあの日、ベイカー邸でお前はジャックに殺された。お前はとっくに死んでたんだ。そんなから、ありえない。だから動けるはずがないんだよ。いい加減なこと言うな。動けるはずがない。わかる？ふざけんな。じゃあ今までの俺は。俺は
自分で。ローソン、ミア、俺は。分かったでしょ。お前の体は全部カビでできてるんだよ。お前はもう二度と家族には会えないよ。家族、俺の家族、ダメだ。ローズ、ローズを助けないと。娘よ、お前はもう死んでる。死んでるんだ。俺がどうぞ必ず助ける。ようやくお目覚めですかな。ここはどこだ。私の馬車です。ひどくうなされてましたね。デューク、ハイゼンベルク卿とは激しい戦いでしたな。ましてやミランダまで現れるとは。どれくらい寝てたんだ。もうすぐ夜明けです。デューク、頼みがある。ミランダのところ。そうおっしゃると思い、すでに向かっております。間もなく着きますよ。ありがとう。しかしよろしいのですか。そのお体はまるで朽ちかけているようだ。ああ、分かってる。愚問でしたかな。これも愚問だろうが、お前は何者なんだ。私自身も存じかねます。着きました。助かったよ。ウィンターズ様、あなたはもう人の世に戻ることはできませんぞ。ご覚悟は。できてるさ。急がないと。ミランダからローズを取り戻す。なんか売ってくれる？この馬がすごいな。あ、デューク隠れている。マジで何者なんだ。お、ここにハンドガン、ショットガン、回復薬。おい、パリパリパリ、スナイパーライフル、炸裂だ。というところか。じゃあちょっと最終決戦前っぽいですけれども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。